本日はお疲れ様でした。ありがとうございました。本日の試合振り返ってみていかがでしたでしょうか。まあ、ずっとシーズン通して A2 を絶対倒すっていう意気込みで練習してきたんで、まあ、でもいざ、試合してみるとやっぱ小さそうで大きい課題差があったっていうのを直面して悔しかったです。ありがとうございます。今回、大会を総合的に振り返ってみていかがでしたでしょうか。準決勝では一度負けた相手を倒して決勝に上がれたっていうのは、目に見えて壁を越えたっていうのはチーム全体で体験できたので、これは今後の人生に全員がいい財産になるかなと思います。ありがとうございます。本日ありがとうございました。ありがとうございました。